今日はあの中東をどう見るかをですね中心に私がどのように見ているかそれをどちらかというと中東の細かいことよりも大きな流れを見てその上で日本が何をすべきかをお話ししようと思っております湾岸地域を見る場合に先ほど申し上げたように目に見えないんですけれどもパワーをどうやって見るかパワーが 台頭しそして、あるところで消滅する、パワーが消滅すれば当然、力の空白ができる、その空白を誰かがまた埋める、この繰り返しで中東、特に湾岸、中央アジア、私は湾岸と中央アジア、一緒に考えておりますので、の力の空白をです、ね、過去30年、40年ほど見てみて、 これからどうなるかを占ってみたいと思うわけであります。湾岸地域で一番大事なことはですね、あ、まあ中東全般でもいいんですが、欧米と言っても欧と米が違う。欧欧の中でも特にイギリスとフランスが中東においては非常に強い、まあ、メジャープレイヤーだったわけですけれども、これはまあ60年代までであります。70年になりますと。 イギリスは湾岸から撤退をいただし、関与といっても70年代、80年代はそれほど本格的な関与ではありませんでしたそして90年代以降アメリカがプレゼンスを本格化させて湾岸地域に居座るようになってそして、これから、 新しい時代に流れていくと、こういうのが、私の見方でございます <music> おそらく、米軍が撤退した、去年の末に撤退したわけです、イラクのです、ね、パワーバキュームを埋めるのはイランしかないと思います。 もう理屈じゃないんですもうすでにもう十分埋めているという人もいるかもしれませんけれどもこの動きはですね私からするとああ、よかったねついにイラクで戦争が終わってこれから中東も安定するんだねと思う人もいるでしょう私は全く逆です今、中東で起きている特にアフガニスタンからの撤退それからイラクからの撤退は何を意味するかというと中東で湾岸地域で最後の 蹴りをつける戦争が起こる可能性があると思っていますもちろん起きないのが一番いいんですけれども私が見たふりをするパワーの流れからすればこれはやっぱり衝突に向かっていると思いますただ今すぐではないですよおそらくこのそうですね、10年ぐらいですかね10年以内にそういう矛盾があ一定のピークに達すると思っております さあそこでで、えー、突然ですけれどもアジアアの話になりますアメリカがアジアに回帰したいやピボットだリバランスだといろいろ言われてますが、まあ、結果的に過去10年間アメリカが中東で余計な戦争をしている間に中国が台頭をしてそして、えー、西太平洋におけるバランスが崩れてきているということであります。今までは 今までは私、中東局にも北米局にもいたからよくわかるんですが外務省ですらというか外務省だからなのかもしれませんけれども中東は中東アジアはアジアバラバラ全く連携もなければ議論もないしかしなぜ我々が今まで中東政策とアジア政策をある意味で能天気で独立してやってこれたか。それは、 アメリカ軍が二正面作戦戦戦世界で同同時時にに大規模な戦争を二か二つ同時に戦えるからだったと思いますしかし、私はそういう時代がこれから終わるんじゃないかと思って心配をしているわけです。そしてちょうど2025年後になると中国の経済成長が頭打ちになる中国の社会が変わる極めて重要な時期に入っていきます。 その時に中国は恐れ入りましたと、もう私たちは悪いことはしません、これから民主化を進めますと言うでしょうか、それとも追い詰められた中国が日本の軍隊と同じだと言ったら失礼かもしれませんが、冒険をするのか、これも我々わちゃんと見てなきゃいけないということであります。ということは、場合によっては中東と東アジアで同時に危機が進行する可能性がある。 その時に米軍をどちらに置くかという問題が表面化する可能性がある米軍を中東に置くかアジアに置くかというのはワワシントントトののホワイトハウスの中でで決まるんですアメリカの,その中東屋とアメリカのアジア屋が大統領米軍をどっちに派遣するんですかという議論をして大統領が決めるんです。 もう中東やが勝つに決ままってます日本申し訳ないけど、ワシントンのアジアでは全く太刀打ちできません。ということは、我々は中東で何かあったときに、これはもう今までのように十分な抑止力を東アジアで維持できるという前提で、脳天気でやっているわけにはいかない、中東の政策とアジアの政策は一つなんです。どののようにしてその米軍の えー、パブリックアセットを抑止力として使うか、そしてその不十分な部分は日本が、そして韓国が、そして場合によってはオーストラリアが、場合によってはインドが、どのようにして保管するかという議論がなければいけないということでございます。あのシャアの時代にイランは 20基の原発を作ろうとして、そしてテヘランに研究のセンターも作りました、そして1979年のイラン革命の際に、核開発は停止をするということで、その時に有名なホメイニさんが、核爆弾というのは大量破壊兵器、つまり、いわゆるシビリアンもミリタリーも両方とも殺す大量破壊兵器、無差別兵器なので、これをイスラム教は受け入れないと。 こういういい発言をしていますでこれはあの今のハメネイーさんも同じことを言ってますけれども、これ実は案外大きな話でございまして、日本でいうところの、まあ、いわゆる非核、えー、三原則、こういったものと同じように、実は割と受け入れられているものでございます。でところが、1984年になると、これ、イラン・イラク戦争中ですけれども、イラン側としては、当時ですが、イスファハンというところに、 まあ今、問題になってますけれども、原子力の研究センター、つまりシャーの政権でやっていたものを止めたにもかかわらず、80年代しばらく経ってからこれを再開する、これはおそらくイランの知恵というか、つまり当時、イラク側は大量破壊兵器を使っていた、これに対して通常兵器では抑止ができないということもあったんでしょう、あるいはイランにとってみれば、イラクというのは大国であります。 このもちろんイラクから見ても大国ですけれどもこういった大国と対処するためには一定の大量破壊兵器の能力というものはやはりこれホメイリの言葉とは矛盾をしますけれども持たざるを得ないこういうそのおそらく政策転換が行われたんだろうと思っていますそしてその後さまざまな疑惑が取り上げられそして最終的には2002年にナタンズというところで秘密の核開発計画これが 露呈をしてその後の制あその遡ること、アメリカはイルサで、1990年代からかけておりましたけれども、こういったその制裁がかけられて、今に至るといいう話でございますイスラエルが、アメリカが、あるいは第三国が、まあ、分かりませんが、イランを攻撃するのではないか、中んづくイスラエルという言葉が出てきています。 で何が怖前科というのはどういうことかというと、域内の国でイスラエル以外で核兵器を持つ場合にはことごとく空爆してきた、200機ばかりイランはイ,ランじゃないイスラエルは核弾頭を持っているというふうに言われていますけれども、例えば80年のオシラクの原子力発電所、これはフランスが作ろうとしたものですが、これを空爆をするあるあいいは年のいわゆる。 疑惑の施設と言われたシリアの施設の攻撃、こういったことを実際にこれまでしてきました。そして現実に、オシラクを攻撃した数年前ぐらいからの状況と、今のイランの状況というのは似ています。というのは、オシラクにおいても、実はイラク人の原子力関係の科学者が数名、その前年、前々年に殺害をされている。あるいはフランスや イタリアだったと思いますけれども、船積みをしようとしたその核関連のそういった物資が突然、不思議なことに爆破するとか発火するとか、そういったことが行って、イランにおける今の状況と実は似ているところがあるという意味では、あイランにおける施設の攻撃への前夜と、こういうことを可能性として考える必要は私はあると思っています。ところが問題は 私はこれ、イランとイスラエルの軍事的にできるかできないかとかそういった問題だけではなくて、複数の要素が絡み合った連立方程式だと思っています。つまり、本当にイスラエルがやるのかやらないのかといったことは、物理的な能力だけではなくて、政治的な、特にイランとイスラエルに直接絡まないものも含めた私は連立方程式だろうと思っています。ただ問題は 今ののアメリカとと駆け引きだと思います多分イスラエルに対してレバレッジがあるのはアメリカだけだろうと私は理解をしています。そんな中でオバマ政権というのは少なくともイスラエルの首脳と最も関係が悪かったアメリカの大統領、最も関係の悪い歴史上アメリカの大統領であります。多分イスラエルにとって最悪のシナリオは第2期オバマ政権だと思っています。つまり300億ドルの 対イスラエル軍事支援を含めて仮にイスラエルがオバマさんの足を引っ張るようなことを今の関係が悪い中で行った後のアメリカとイスラエルの関係というのはやっぱりイスラエルにとっては私は怖いと思うのでつまりアラブの中の中の中東の中の国民感情そして軍事欲外交こういったものがすべて私は絡まってくるんだと思います。 でこういった中で我々はもちろんイランが友好国だからとか中東が大事だからこういった理由もありますけれどもそれ以上に今日本にとって背にーハは変えられないのが特に福島以降のエネルギー情勢であることはこれはもう皆さんもご同意をいただけるんだろうと思いますそういった中でまあ石油の価格は当然まああのオイルリンクですから LNG も LPG も上げていくこういうその状況にある中で我々は あの地域の安定というものを今まで以上に切羽詰まった形で理解をしています。我々の今与えられているエネルギー環境、こういったものを見ながら、少なくともリスクは少しずつ切っていくということがとても大事だろうと思っています。なぜならば、危機はもうすでに始まっていて、イランに出ている、これはもう会社名は言いませんけれども、実は企業なんかももうすでに閉鎖をされ始めています。そうういった意味で我々はもう既に のの危機の中で仕事ををしていいいいいるとととうことを考えななけければいけないと思いますそれからもう一つ、これからじゃあすぐにイスラエルが撃つかどうか、これ私には正直分かりませんが、ただ、今のイランの状況を見ていると、北朝鮮とか、まあ、特にイラクがいい例ですけれども、制裁をかけられると国は弱っていきます。イラクは13年間の制裁の中で、大きくその力を減じてしまいました。それで 最終的に潰すのも多分非常に簡単になっていたんだろうと、私は相対的に言えば思うんですけれども、アメリカとしても今の支払うべきコスト、それから中東全体で燃え上がってしまう可能性のあるコスト、こういったものを考えたときに、多分十分だと彼らが思うような制裁をかけながら、イランを弱体化させるという方向だけは、これは多分確かだろうと思います。 オバマ政権が今、行ってきたエネルギー政策は徐々に成果を上げつつあります。石油依存を切っていく、なるべく依存度を下げることによって、アメリカの国力国富というものを出さない、そしてそこに出さないためには、例えばスマートグリッドとか、エレクトリックビークルとか、こういったものにお金を国の方からつぎ込んで、でそこにうまくシェールガスと、そして今、タイトオイルも。 出始めていますけれども、そういったものが乗っかることによって、彼らなりのいわゆる石油戦略というものを作っていく、そしてかつてメジャーが牛耳っていた石油業界というものが、いわゆるナショナルオイルカンパニーによって代替されていく中で、アメリカなりの生き残りをかけていくっていう戦略の中で、多分イランの価値というものも若干やはり、私は変わってきていて、そして今は彼らを何とか弱体化させるっていうのが少なくとも第一歩。 そしてイスラエルの動きを見ながら第二、第2、第3の手を打っていくっていう形に、今は私はなっているのではないかなということを最後に申し上げて、えー、私からのまず最初のご報告とさせていただきます。どううもありがとうございました